13先奪三振を達成しベンチ前で記念ボードを手にする則本、楽天 7-2 ソフトバンク、6日、楽天生命パ、組宮城、楽天、則本貴博投手、27、が、3回に内川からフォークで三振を奪い、通算先奪三振とした。史上147人目。初奪三振は2013年3月29日のソフトバンク戦、ヤフオク。打線の援護を受け、8回に失点9奪三振で今季初勝利を挙げた。チームは連敗を5で止めた。写真、楽天、大越の妹、モニカはバスケ界の逸材通算996奪三振でこの日を迎えた則本は柳田から5つ目の三振を奪うと、2回に2奪三振で王手をかけた。3回は本田の義肥で1点を献上したが、内川を空振り三振に切って取った。958回での達成は、藤川球児の771回3分の2、野茂英雄の871回、石井和久の913回、江夏豊の940回に次ぎ、史上5番目のスピードとなった。節目の記録の日を白星で飾り、マーホとしています、と振り返った則本。強打者の内川から先奪三振目を奪ったことには、内川さんには毎年よくやられているので、これからの対戦でもしっかりと抑えられるように、今後もやっていきたいと思います、と力を込めた。次の目標には、チームが勝つことだけで、と、個人記録は二の次だと宣言。本拠地に帰ってきて、なかなか勝てなくてすいませんでした。明日からはガンガン勝てるようにチームひとまると、立って頑張ります、と巻き返しを誓った。打線は初回にペゲーロが先制2ラン。1点差とされた後、今江、ヒンジの連続的自打で3点を奪い突き放した。4回にも1点、5回は島のスクイズで1点を加えた。9回はセーブがつかない5点差の状況ながら黒。スターの松井が登板し無失点で締めくくった。ソフトバンクは先発の千賀が3回3分の2を6失点で降板し、今季初黒星となった。